ラームナーとコービンドは、インドの政治家。同国第十四代大統領。全ンビハール州知事。コービンドは、ウッタルプラデーシュ州カンプールデハット県、パーウック村に生まれた。父は、土地なしのコリノカーストで、家族を養うために小さな店を経営していた。彼は五人、兄弟、二人姉妹の一番末っ子であった。彼の生まれた家は、泥の小屋で、今は、 火災で崩壊して残っていない。この火事の時、彼はたった5歳で、母親も亡くした。後に、土地は、地域のコミュニティに寄贈した。彼は小学校を卒業した後、6キロメートル離れた村の中学校まで歩いて、登校した。デイブ・カレッジで、商業学位と法学士を取得した。カンプール大学法学部を卒業後、公務員試験を受けるために、 デリーに向かい3回目に合格した。しかし、彼は、インド行政職ではなく、アライドサービスに選ばれたため公務員を辞退し、法律家としての活動を始めた。1977年から1979年まで、デリー高等裁判所の中央政府弁護士、1980年から1993年まで、最高裁判所の中央政府常任顧問を務めた。 1978年にインド最高裁判所のアドボケートオンレコードとなった。1993年までの約16年間を弁護士として活動した。彼は弁護士として女性や貧者などの社会的弱者のためデリーのフリーリーガルエードソサイティのもとで無料で法律援助を行った。また彼は1977年から1978年まで インド首相、モラルジー・レーサー・ E の個人補佐官を務めた。1991年に入党した。1998年から2002年まで、PJP ・ダリット・モーテ社と、オール・インディア・コリー・サマジの代表を務めた。彼はまた党の全国向け報道官を務めた。彼は1994年4月に、ウッタルプラデーシュ州のラージア・サバー・ア MP に選出され、 2006年3月まで12年間、勤めた。2002年10月には、国連総会で、インド代表として、演説を行った。2015年8月8日、インド大統領は、ビハール州知事として任命した。2017年7月17日に執行された、大統領選で、インド国民会議のメーラ・楽マール元会員議長を破り、第14代インド大統領に選出された。 ありがとうございます。